よ、フェノム選手に来ていただきました。お疲れ様でした。今回の戦いどうでしたか？I knew my opponent was going to be Gachitun and he plays Rashid, so I with Nekali, I think it's a hard matchup for Nekali, so I decided to pick Karin and I think I did okay, but I did a few key mistakes that cost me the match, but I'm happy that I can improve more in the future with Karin. 会場ものすごい盛り上がってたんですけれども、そういう熱気は伝わってきましたか？Before, I think Japan were known for, the Japanese audience were known for being more quiet. They didn't make a lot of noise. But, so this was very new. I wasn't expecting the Japanese audience to be so like, into the tournament like that. And they seemed to really enjoy it. So I was pleasantly surprised about that. Yeah. Thank you. ありがとうございました。Thank you. お疲れ様です。それでは、ホキノ選手に来ていただきました。お疲れ様です。お疲れ様でした。どうでしたか、ユリアンは。いやちょっとね、あっという間に負けちゃいましたね。あ、本当に。ちょっと入り方が手ぬるかったですね。ユリアンは、その対戦相手としては結構やられてたキャラクターではなかった。いや、僕はかなりユリアン使いの人と、できる環境にあって、まあもうちょっとそのユリアン戦に関して準備してった方が良かったですね。普段からもやってたんですけど、ここの一番の組み合わせで確実に当たるって分かってた相手なんで、まあそこ勝っても他の組み合わせあるんで、こっちも考えなきゃいけなかったんですけど、まあちょっとバランスをもうちょっとユリアンに振っても良かったのかなと思いました。悔しかったですね。まあでもやっぱ相手も若手ですごい強いプレイヤーなので。そうですよね。すごい手数の多い、とてもユリアンがものすごい手数で、ね、殴ってきて。うまかったですね。向こうもやっぱりよく考えてきてましたね。お疲れ様でした。ありがとうございました。ビッグバードさんに来ていただきました。今回どうでしたか、試合は。I think I played pretty good. Against Margo, I was kind of uncomfortable playing. But against Gachi-kun, I wanted to test out Birdie just for future tournaments and see how it is going. Maybe it's better than the mirror and everything. So I think all in all, it was pretty good games and I'm happy with my performance. 日本の選手は強かったですか? Japanese players, in my opinion, are the best players right now. Mostly because they like toPractice together every day. Since, that's why I always like to come to Japan, mostly just to get to practice with them. And I think no other region or country does this. So pretty much the Japanese are the best right now. It's hard to tell, to be honest. It's kind of a mix of everything. But I didn't start this for the money. I started this just for fun, and I started this, you know, just to prove myself in a bigger environment. So, but the money is a very nice bonus and.I would say it's a mix of pride, fame and money at the same time. There's no reason that's bigger than the other one. はい、ではユリアン使いのシュート選手に来ていただきました。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。最初、時戸選手との戦い、見事に勝ち。どういう心境で次の試合に挑みましたか？そうですね。今日一番やっぱ大きな壁だなと思ってたんで、最初の壁が。で、時戸さんはやっぱ日本の代表する選手で、まあ、自分の目標でもあったんで、はい、まあ、ここで倒して、まあ、世代交代しっかりしたいなっていう意識がすごい強かったんで、はい、勝ったのは本当に良かったですね。そうですね、本当に熱い戦いでした。次の試合でゼクーとの戦いだったんですけれども、はい、何かやりにくいところとかってありました？ちょうど数日前に、その今日戦ったアングリーバード選手と、はい、まあ、何回か戦う機会があって、その時結構、まあ、負けちゃってたんで、まあ、今日はもう思い切ったプレーをたくさんして、まあ、なんとか一矢報いようかなと思ってプレーしました。そうなんですね、ものすごい攻めの戦いで、そうですね、もうお互い殴り合いでしたね。そうですね、すごい熱い戦いでした。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。ガチ君選手に来ていただきました。お疲れ様です。ありがとうございます。いや、本当に本当にすごい試合でしたね。今日はどの試合見てももう激戦の激戦で、もう手に汗握るような試合ばかりですね。相手 の, そのラシードラシードではなく、ラシードバーディーだった時のその心境はどうでしたか？一応ちょっとポーカーフェイスで煽ったんですけど、かなりバクバクでしたね。バクバクというか、え、マジでみたいな、ここで出してくるみたいな感じで、嘘じゃろうって感じだったんですけど、で、まあ、一応その落ち着かせるためにメモ帳とかを一応見たんですけど、まあ、何も入ってこんすよね。
まあ、とりあえずもうドラマやるしかないなって感じでやって、まあ、ちょっと内容的にはねちょっとギリギリの勝負になりましたけど、まあ、でもああいう接戦を制せたっていうのはやっぱ自信にはなりました、はい、そのバーディーの鎖に勝ち、はい、ゼクーとの戦い、そうなんですよ、ね、どうでしたか、やりにくかったですか。まあ一応昨日僕当たって負け取る相手なんですよ、はい、なんで割と対策打たれてきて準備はしてきたんですけど、はい、それでもやっぱりあっちのアングリーバード選手の方が手数が多くて、やっぱこっちの対策に対してしっかりちゃんと、答えを持ってる状況で、やっぱりまだ詰めが甘いなっていう感じで負けてしまったんで、まあ、悔しさはすごい残るんですけど、まあ、反省点も多く見つかったんで、次当たった時は絶対勝ちます、はい、はい、もうその絶対勝つという言葉を信じて応援します。本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。それではアングリーバッサーに来ていただきました。今回の試合ものすごい波乱を起こしたアングリーバートさんですけれども、どんな心境でしょうか。At first I did not expect myself to reach this farBecause I didn't practice for a while, but when I came to Japan, I came 10 days before the event, so I was able to practice with all Japanese players and gain much more experience against the top Japanese players. And plus, I had confidence in this tournament because my character Zeko, like no one uses it the same as I do. So my style is special. So if someone wants to practice for me.He has to play with only me, not with other Zekus. So that's why I got this good placing. This time. 日本のプレイヤーものすごく強豪揃いでございますけども、どういった感情をお持ちでしょうか。プレイヤーに対しては。I always like to travel to Japan to practice because I know this is the strongest region with a lot of top players and strong players. So if I come here, I get to learn a lot of matchups that I don't play with in my country.So for a street fighter, I consider this as my country because I come here and practice with everyone else. 本当にゼクーの使い方が上手くて、最初から最後まで本当に素晴らしい戦いでした。ありがとうございました。それでは孫選手に来ていただきました。お疲れ様です。ありがとうございます。本当に悔しい試合になってしまいましたけれども、はい、どういったお気持ちでしょうか。まあ、とにかくめちゃめちゃ悔しいですね。ですよね。今までその実力的には足りてるっていう風には言われてるんですけど、ただメンタルの部分でやっぱ安定感がないっていう風によく言われてて、で今大会はすごい自分がやっぱ乗ってるなと思ってて、メンタル的にもやっぱりその実力的にも充実した状態で臨めたんで、かなり優勝いけたなっていう風に自分では感じてたんですよ。それがやっぱでも桃地、今までやっぱ勝率悪い相手だったんで苦しいなと思いつつも、今日の俺ならいけると、うん、強い気持ちで臨んだんですが、はい、まあ、強かったですね。強かった。本当に悔しかったです。私も応援席からすごい一度負けてしまって、でも苦手というゼクーに勝ち上がりと、そうですね、その2回目の桃地選手との対戦の時、どういったお気持ちで挑まれましたか。ですね、アングリーバード戦が、はい、まあ、ゼクー戦は苦手だったんですけど、はい、すごい対策してさせてもらったりとか、日本のプレイヤーにしてもらって、はい、かなり自分の中では実感があるなっていうふうに思ってたんですよ。でそれがやっぱ2試合トントンって取られてしまって、それでも心を強く持っていけるっていうふうに思いながらやったら勝ててよかったなっていう、自分はちょっと今日のやっぱ準備は違うなっていう風に思いつつグランドファイナルに臨んで、やっぱり先にリーチをかけられてしまうんですけど、そこから諦めずに行くことによってこのままリセットへって思ってたんですけど、まあ桃地強かったっすね。同じですけど本当に強かったです。強かったですよ。本当に熱い試合でした。はい、本当にもう感動もありがとうございました。いや、これまでね、応援してくださった方に対して、あまりそのこういう結果とかで恩返しできてなかったので、まあ、今回やっぱ、まあ、準優勝ってすごい個人的にはやっぱ悔しい結果ですけども、本当に皆さんにちょっと希望を見せられたのは、はい、期待をちょっとでも返せたのはすごい嬉しいことだなと思ってます、はいはい、今まで応援ありがとうございました。本当にお疲れ様です、はい、ありがとうございました。はい、では優勝本当におめでとうございます。桃地選手に来ていただきました、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。まずは優勝の心境を伺ってもよろしいですか。いや、もう本当に嬉しいの一言しかないですね。
孫さんとの戦い、はい、カリンとコーリンの戦いですけれども、はい、同じ元チームメイトということで、はい、得意だった点とか不得意だった点とかってありました？そうですね、まあ、自分があの孫というプレイヤーをすごい好き、はい、まあ、人としても性格的にも好きですし、プレイヤーとしてもすごい好きなので、はい、まあ、ある意味それで研究がすごいできてて、まあ、彼がこういった時にこういった動きをするだろうなとかっていうのは結構自分は知ってるので、まあ、それがうまくはまったなという感じですね、はい、たくさんオンラインの方とたくさん、はい、あの戦闘されたということですけども、はいはい、そのオンラインでの対戦で生かされたところとかってありますか？まあ、そのオンラインでプレーした時に相手は不特定多数でいろんな動きをしてくるの で、はい、で孫もその戦いの中でいろんな動きをしてきたんですね。こういった時にこっちがこう返したらこう返してくるっていうような、はい、割とこうトリッキーな動きというか自分の想定外の動きっていうのはしてきたんですけど、まあ、そういったオンラインでいろんな方と対戦した経験で自分が想定していないことっていうのがすごい減らせていたので、まあ、そこは一つ勝因かなと思います。なるほど、そうなんですね、はい、本当におめでとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。